コムデ・ギャルソンのロゴコムデ・ギャルソン青山店。コムデ・ギャルソンは日本のファッションデザイナー、川久保玲が1969年に設立したプレタポルテブランド、通称ギャルソン。1973年に株式会社コムデ・ギャルソン、設立。本社は東京都港区南青山。東京コレクション、パリコレクションに参加。ロンドンやニューヨーク。 パリなど世界各地において200を超える直営店を持つ。1991年、幼児山本と合同で東京にてメンズファッションショー6.1座面を実施した。1983年より家具も手掛けており、1991年にはパリで展覧会を開いたが、現在は販売されていない。北京オリンピックに向けスピード社が開発した水着。 レーザー・レイサーのデザインでコラボレーションしており、新シリーズとして展開され活動の幅を広げている。2017年の5月には、ニューヨークのメトロポリタン美術館で、レイ・カワクボ、コム・デ・ギャルソン、アート・オブ・ザ・イン・ビトウィーン・ホーダイ、カワクボ・レイ、コム・デ・ギャルソン、魔の技が開催された。存命のデザイナーの展示は、イブ・サン・ローランに次いで二人目のデザイナーとしての展示となった。 レディスのドレス H&M とのコラボのジャケット本ブランドの最も大きな特徴は服の美に対する強い意識とその主観的な対象化である。それらがどのように具体化され現在に至っているかは下記の通りである。本ブランドの服作りは当初からパリコレ出展以前においては細密なパターンとそれを活かす最小限の色彩が特徴的であった。しかし、 シンプルな外観の斬新さという断片的評価のもとに模倣が多くなされたため、その後、パリコレ出展を機に、造形と感受のコンフォートを前衛的な表現として見せるという転候を図った。具体的には、服の表面にひねりを加える、たわみを持たせる、アシンメトリーの手法を取り入れるなど、布の平面性を超えた大胆な表現を探求している点が挙げられる。また、 海外生産等の活用による合理化を期待されながらも可能な限り日本国内での生産を手掛け製作及び製造における日本の高い技術の継続及び伝承に積極的に取り組んでいる。本ブランドは世界のファッション潮流を意識しつつもそれにこうして独自のコンセプトを貫徹させるところが際立っておりアンチモードの力強さと評されることもある。本ブランドにおけるアンチとは 一部メディアの不正確な紹介もあって、単に反対のという表面的意味に誤解されることは多いが、川久保玲自身の回想インタビューにもあるように、大勢に同時ない自分としての工夫、独自さという含みのある意味である。また、ブランド名については、設立時に積極的に命名したものでなく、他と明確に区別される最小限のものであり、たびたび紹介される、 少年のようにという直訳的意味はメディアのエディター等による解釈の一例でありデザイナー自身の関心はこの意味付けよりも服の造形の方により強い関心を向けているということであるコムデギャルソンを好んで着るものはしばしコムデギャルソンの服を強い服と称することがある本ブランドのデザイン的来歴を見るとレディースにおいては 立ち上げから1970年代の創世期は、最も純粋にコンセプトが表現されていた。具体的には、白、きなり、茶、グレー、コン、黒の落ち着いた色使いに加え、反面、その色使いにこうして、布地には大胆で微妙なシルエットを与える二面性を持っていた。しかし、ファッション市場に黒が溢れ出すと、黒の仕様を控え、赤を中心に据えたコレクション構成が、 近年の特徴として挙げられる。他方、メンズにおいては、その立ち上げ時に、思想としてのアンチモードが、最も強く現れていた。当時のモードスタイルは、遊び上手の男の衣装であり、一見して、鮮烈な印象を与えるものであったが、それにこうして、働く、男の休日の服がイメージされた。具体的には、印象を透過する癖のない色使いと効質でやや、 タイトなジャケットパンツスタイルを基本とし、その中に着るシャツの身頃と袖の幅を大きく広げ、そして、第一ボタンと第二ボタンの間隔を広く取り、シャツの第一ボタンを外すと、シャツのシルエットと開いた襟元から、開放的な休日の表情を出すというような方法を、取った。また、シャツに変え、当時は、やや緩めのシルエットが、一般的であった、ポロニットをタイトにして、 ジャケットのボタンを外した時にも、規律感のあるスタイルとなるようにするなどの工夫が凝らされていた。また、21世紀に至り、心象の表彰表現を、より視覚化する試みをしている。これは、想像される造形もしくは、夢で描かれる形の認識といったような、色彩概念のない造形概念の具体化であり、ブラックコムデガーソンズにおいて、過去の作品を、 暗婚化と単色化によって限定的に表現するといったものであった。ところで別な観点からはこの二面性は本ブランドの本質でもある。この実践として不変なもの、変化するものという相反する要素を一つ一つのアイテムに持たせ、不変なものはコンサーバティブやトラディショナルとは次元をことにするアイデンティティであり、変化するものはこのアイデンティティによる表現としている。 これは、コーディネートにおける、反差な様式からの解放と、そこに付加される、思考の変化である。この復炎の考えは、インターナショナルの舞台において、非構造的な意思解体的な表現として、穴や布の縮み染めとなって具体化され、構造的な表現としてシンメトリー及びアシンメトリー、布の重ね合わせとなって具体化された。パリコレ進出以降、 その傾向として2014年度のコレクションまでは解体的な表現が多かったが2015年のコレクション発表に及んで特にメンズラインではすべてブランド本来の持ち味である構造的な表現が見られた。本ブランドは服に思想を込めるものでありこれが他のブランドとの間のアドバンテージでもあるが2015年度においては それが一体的表現としてインテグレートされている点が従来と異なっている。本ブランドは、例えば、絵画におけるジョルジョ・デ・キリコやアメデオ・モディリアーニのように、その前衛表現を特徴とする。そして、これは現在においてもデザイナー各人と、クリエーションに関わるすべての人たちのモチーフとなっている。しかし、一方で、定番、準定番と呼ばれるアイテム群があり、 インターナショナルで高級なベーシックブランドとしても広く知られている。なお、代名詞的に語られる1980年代、前半のコレクションの多くは白、黒を中心としたモノトーンであり、モード主塔で、それまでのファッションの常識を覆すものであったと評されたことがある。しかし、モードの歴史を正確に追っていったとき、黒という色は、ソニアリキエル。 ジャンポール・ゴルチェなどのデザイナーによって1970年代末から取り入れられていたものであり、とりわけソニアは同時代において黒のソニアとして注目されていた。こうした経緯を踏まえると、この時期に限ったコムデ・ギャルソンの色使いは現在国内において広く見られるようになったモノトーンによるコーディネートに洗弁をつけたものである。その後、 黒がその流行によってありふれた色となり、黒の持つ色彩の否定と反抗の意味が交代すると赤を唯一の色彩と他の色の否定の意味で用いるようになった。そして無彩色や暗色の使用を経て精査を大胆に超える伸びやかでかつ斬新なデザイン等で先進的な試みは国際的に高い評価を受け続けており、日本を代表するブランドの一つとみなされている。 また、一方で、コーディネートにおける、アイテムのフォアグラウンド、バックグラウンドのポジション効果について実験的な、試みを行い、特に、1990年代後半では、ボディークローズの位相的表現で話題を呼んだ。なお、シャツというシングルアイテムのブランドでの、トータルコーディネートからの解放の試みや、アトリエの後続によるブランドの立ち上げには、この思考が強く現れている。 このようなことから、安藤忠夫、村上春樹といった文化人、また、海外のロバート・デ・ニーロ、デニス・ホッパー、ビョーク、ファレル・ウィリアムス、カニエ・ウェスト、リアーナ、大阪・ナオミなどをはじめとする、世界各国のセレブリティに愛用されている。デザイナーは、現在4人。川久保玲、渡辺淳也、栗原太夫、二宮慶。同社社長を川久保が、 副社長を渡辺がそれぞれ務め、デザイナーが経営面においても責任を持つという姿勢を明確にしている。なお、同社常務は、河久保の実定である、河久保治がついている。以下は、それぞれのデザイナーの手掛けるブランドである。なお、河久保例と渡辺淳也とでは、デザインへのアプローチが異なっており、前者は完成度の高いパターンを不可欠の前提とした上で、 様々な表現を試みる傾向にあるが、後者は造形のハーモナイズを不可欠の前提とした上で、時々の関心の高い手法を加える傾向にある。栗原太夫、両者とは異なるアプローチをしている。コムデ・ギャルソンは、早くから同業種、他業種とのコラボレーションを行ってきており、別中から一から関わっているものと様々である。その中でも、ジュニア・渡辺コムデ・ガーソンズマンは、 マイキコラボレーションを行っている。ジュニア渡辺コムでガーソンズマンホンブランドにおける店舗は、単に製品を販売する場ではなく、ファッション表現の重要な要素の一つとして位置づけられているため、当初から服と共にその話題性は高い。例えば、青山店は、2012年4月7日のリニューアルオープンを原点回帰として、それ以前の空中の開放感と緊張感を、 イメージさせるものから発掘、発見されるファッションと遺跡での落ち着いた雰囲気をイメージさせるものへと変化した。百貨店等テナントや海外店舗などは公式サイトで公開されている。大阪店は直営店としては最大級の店舗としてリニューアルした。コムデギャルソンの全ブランドに加え、日本で3店舗目となるナイキ CDG 大阪。 そして A ベーシングベープのショップインショップが存在している。2009年8月8日より大阪店2階にシックスと名付けたアートスペースをオープン。シックスはシックスセンシズの意味。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の5つの現実的な感覚に対して第6巻はその次の現実的に表現できない感覚。あれと同じような意味で6は シュールレアディスティックでアレなセンスと考えられている。また、コムデ・ギャルソンにとって、シックスは1988年から1991年の間に発行していたイメージマガジンのタイトルで、そこからスペースの名前が付けられた。様々なアーティストとコラボレーションし、コムデ・ギャルソンの視点で関西からアートを発信する新しい試みを行っている。 開館時間12時19時月曜日休朗。ありがとうございます。